こんにちは、谷口幸太郎です。今日はまたフィットの動画を撮ろうと思います。35度もあります。外25度ぐらいしかないんですけど、車の中暑いですね。注意が必要ですね。この時期でも十分暑くなるということで、ちょっとやばいですけど、開封動画撮ろうと思います。で、何買ったかと言いますと、ホンダフィットのガルバニック腐食対策として、スワロフスキーつけるという動画を本日は撮ろうと思いまして、早速開けていこうと思います。何を買ったかと言いますと、ナンバープレートのボルトを買いました。おお、なんかキラキラしたボルトを買ってみました。んー、こんな感じか。なるほどね。こっちもダメだ、熱い、死ぬ。エンジンかけます。やばい、35度。ということで、キラキラしてる。こんなの買ってみました。別にね、スワロフスキーが重要なわけではないんですけど、普通のキャップつまらんなと思ってなんか買ってみたんですけど、ちょっとね、すごいね。まあいいか。今回ナンバープレートのボルトを変えようとしてるんですが、このキラキラをつけたくて変えるというよりは、今のままにしておきたくないっていうのが一個ありまして、その理由を語るんですが、ガルバニック腐食という現象がありまして、それは何かというと、異なる金属2つを接触した状態で、まあ、水につけると腐食するっていう現象なんですけど、異なる金属、すなわち錆びやすさの違う金属を2つ重ねてくっつけた状態で水につけると、水の中で金属は錆びようとする力と、錆から元に戻ろうとする力が働くんですが、錆びにくい金属っていうのは元に戻る力が強いんですね。で、それを接触した状態で水につけると、両方が錆びようとして、で、錆びにくい方が元に戻る力が強いんで、まあ、元に戻るわけですね。すると、まあ、電流が流れるんですよ。その錆びやすい方から、水の中になんかこう溶け出すというか、まあ、電力のようなものが溶け出して、それが錆びにくい方に吸われちゃうんですね。それで錆びやすい金属がそのより錆びやすくなるというか、で、その現象をガルバニック腐食と言いまして、まあ、ステンレスのネジとかを使うと、そのステンレスのネジを金属の板とかに取り付けると、金属の板の方が、まあ、腐食が進むという現象で、まあ、その雨とかがよく当たる場合なんですけど、まあ、水に濡れないといけないっていうのが、まあ、水に濡れないといけないんじゃなくて、その現象が起きる、まあ、条件としては、錆びやすい金属と錆びにくい金属を接触した状態で、まあ、水につけるっていうことですね。で、まあ、現実、ナンバープレートのボルトですね。うちの車ですね、亜鉛の錆びやすいネジがついてるのかと思いきやね、よく見たらステンレスのネジがついてたんですよ。で、メーカーがつけてんだから問題ないのかなって思ったら、ナンバープレートのネジっていうのは陸運局が配ってるみたいで、で、最近なんか錆びにくい、ネジになってるみたいなんですね。まあ、古い車とか錆びて、プレートの交換が難しかったりとか、そういうトラブルがあるんで、まあ、錆びないネジを使ってるみたいなんですけど、ただ錆びないネジということは、どこが錆びるかというと、その水によく濡れるような場所に置いておくと、ネジが錆びずにボディが錆びるんですよ。で、フィットの場合、フロントに関しては、プラスチックの、バンパーに、クリップナットっていう金属の、まあ、ナットがついていて、それで留めてあるんで、まあ、錆びるとしてもそのクリップナットが錆びるんで、まあ、そんなに大きな影響はないんですけど、後ろですね。後ろはね、なんかね、トランクの蓋の部分に、まあ、プレートがネジ止めしてあるような状態なんで、まあ、実質、まあ、ボディの一部というか、まあ、その、リアのね、ドアがね、ネジの穴のところがね、おそらく水がよく濡れるようなところに置いていると、ガルバニック腐食する可能性が、まあ、ありますね。まあ、見た感じね、ワッシャーみたいなやつで、なんか、防水というか、ゴムのパッキンみたいなのがついてるっぽかったんで、まあ、そんなに気にしなくてもいいのかもしれないですけど、まあ、ちょっと気になるということで、で、まあ、ステンレスのネジも取り替えようと思って買ったわけです。と言いつつ、ステンレスのネジ買ってるんですけど、まあ、このネジをなんで選んだかっていうのを話しますと、ガルバニック腐食の対策としては、まあ、大きく2つあって、まずステンレス、まあ、錆びにくい金属の方を水になるべくつけないようにするっていうのが1個対策ですね。で、あと、もう1個は、より錆びる金属を接触させるっていうのが、まあ、より錆びる金属を、まあ、間にかますことで、そいつが錆びることで他のやつを錆びないようにするっていう二つの対策が、まあ、大きくあって、
で、まあ、代表的なものとしては亜鉛メッキのネジを使うっていうとこですね。まあ、昔のナンバープレートよく錆びる、評判の悪いネジなんですけど、あれネジが錆びるってことはボディが錆びてないんで、あれはあれで良かったんですよ。なんで、ネジが錆びる頃に、まあ、ネジを交換すれば、ネジを犠牲にね、ボディの錆びを防げるという感じになってるんで、で、フロントに関してはね、クリップナットなんで、要は、ボディそのものが錆びるわけではないんで、まあ、そんなに神経質になる必要ないけど、ただ、水によく濡れる場所ではあるので、まあ、2つの対策のうち1つということで、まあ、ステンレスのネジなんですけど、これ塗装されてるんで、まあ、水に濡れても、そんなにね、水が触れる面積がまあ少ないだろうと、まあ塗装剥がれたところとかから触れる可能性あるんですけど、まあ、水が触れる面積をまあ小さくすることで腐食を防ごうってことで、塗装されたネジを選びました。で、結構ね、塗装されたネジもね、探すとね、あんまり見つからなくてね、で、なぜか珍しいこのスワロフスキーのついたネジがね、塗装されたネジあったんで、これを買ってみました。で、リアに関しては、クリップナットではなくて、ボディに直接ネジ止めしてるように見えるので、ボディの錆をなるべくね、避けたいということで、亜鉛のネジを、亜鉛メッキのネジに交換したいと思いまして、亜鉛メッキのネジを探しました。で、これがね、なんかステンレスじゃなくて亜鉛メッキっぽいんですよ。これ、錆に強い外装用メッキって書いてるんですけど、まあ、はっきり言ってないですけど、ステンレスではないってことはおそらく亜鉛メッキで、だと思います。ま、思いますなんで、これは私の言うことはあんまり信じないでほしいんですけど、私はそう思って買った感じです。まあ、おそらく亜鉛メッキだろうということで買いました。で、なんでこれにしたかというと、これつけるだけじゃ錆びるんですよ。このネジが錆びるんですよ。つまり雨とかが当たって水にまあ濡れると、そのガルバニック腐食が起きてしまう可能性があるので、なので、その二つ対策として、まあ錆びやすい金属を挟むことで他の金属を錆びるのを防ぐのと同時に、水に濡れないようにしたいので、まあカバーのついたネジを選んだわけですね。で、カバー付きのネジをいろいろ見てね、なんかね、なんか血迷ってこれにしちゃったんですけどね、なんか、もうね、なんか普通のつけてもつまんねえなと思って、なんか、ちょっと、まあ嫌だったらまた、普通のに戻す可能性あるんですけど、とりあえずなんか、これにしてみました。ってことで、じゃあつけてみようと思います。ちょっと開けてみようと思います。魅惑のライトローズストーン。こんなになってますね。これがね、ネジが2個ついてて、あとこれ、ネジ、これね、防犯用のネジになってるんで、この、工具もついてますね。工具というかまあ、ビットですね。こいつをかますことでネジが締める。で、両面テープがこうついてますね。なんか穴開いてない。こんなになってますね。キラキラとしてますね。まあ、これでね、直接雨が当たらなくなれば、錆びる可能性もだいぶ減るんじゃないかということで。でね、ガルバニック腐食の一つの原因としてナンバープレートがアルミなんですよ。で、ナンバープレートのアルミの表面っていうのはアルマイトっていうか、アルミというのは錆びやすいんですけど、錆びると、その貴金属並みに錆びない金属になるんですよ。ややこしいんですけど、錆びやすい金属であるがゆえに、錆びた状態になるんですね。こう、現実に存在しているアルミというのは。なので、それも普通の鉄よりは錆びないので、触れるとガルバニック腐食で相手側を錆びさせるということで。なのでナンバープレートに触れてる、ナンバープレートより錆びやすいネジとかは錆びやすいわけですね。だからまあ、ステンレスとかは錆びなくなるんですけど、代わりにステンレスを接触させるとアルミの方が錆びるんで、ナンバープレートの方が腐食するっていう現象が起きるみたいですね。だからまあ、現実としてね、塗装してるネジ結構いいんじゃないかって思いますね。ネジも錆びさせたくなくて、なんかいろんな意味でいいような気がしますね。あとまあこういうカバーで濡れないようにするっていうのも結構いいのかなって思います。ただフィットのフロントに関してはその裏側から濡れる感じがあるので、だから防ぎきれないような気がしますね。こういうキャップだけだと。で、リアに関してはキャップするだけで後ろはそんな濡れないんじゃないかなっていう気がするんですよね。なんかパッキンみたいのがついてたんで、だからまあ結構いいんじゃないかなっていう。だからまあそんな感じで、フロントはもうね、濡れる前提で塗装ネジ使うっていう感じで。で、リアは、あえてこの亜鉛のね、錆びやすそうなネジをつけて、ボディの錆びを防ぎつつ、これで、まあ、ガードしようみたいな感じですね。こんななってます。ちょっとね、これ飽きたら変えようかな。
取り付けました。もともとついてたネジがこれなんですけど、意外に短いですね。結構ね、短いネジでいいみたいです。これ1個余ってますけど、結構長いですね。まあ一応つきました。で、まあ感想としては、これね、派手かなって思ったんですけど、取り付けたらそんなに派手じゃなかったです。こんぐらいでかくてもそんなに目立たないですね。逆にフロントのネジはね、なんか変えたんだか変えてないんだかわかんないみたいな感じ。だからドレスアップ的なね、効果も期待する人は、結構ね、キャップとかで、なんかネジがでかくなるから微妙だなって思ってるかもしれないけど、意外とね、キャップとかででかくなってもそんなに目立たないんじゃないかなっていう感じですね。まあ、思いました。その、キャップとかで、なんか、気になるのがあるんなら、でも大きいからちょっと微妙かなっていう人は、全然試していいんじゃないかなって思いましたね。まあ、そんな感じで、ちょっとね、なんか、どうかな？なんかいちいち錆なんて気にしなくていいような気がしてきた。なんかそれよりなんかやっぱかっこいいネジとかに変えようかな。ちょっとね、というのもね、後ろこれキラキラのにしましたけどね、やっぱネジ変えた方がなんかかっこいい気がしますね。単純にやっぱドレスアップの効果もあると思います。もともとね、こんなね、ちょっとつまんないネジというか、こんなんなんでね、これに比べたらだいぶね、なんか、まあちょっとこれはちょっと微妙なとこもありますけど、そのスポーツ用のなんか薄いネジとかあるじゃないですか、ステンレスとかで。あとなんかチタンの色ついたやつとか、ああいうのやっぱかっこいい。交換したらかっこいいと思いますね。まあ、というなんか微妙な感想でした。まあ一応サビの、まあ腐食、ガルバニック腐食の対策が今回目的なので、まあ、一応そういうことで、まあ、そんな大した感想はないですけど、交換しましたということでした。以上です。バイバーイ。